働き合ってもいいけど。パンはお好きですか？別に。美味しい方がいいじゃないですか。三つ星シェフがついてれば100人できる。なんか二人いい感じじゃん。必ず僕が幸せにします。手に入りそうで入らない時は燃える主義なんです。紹介します。こちらはライターの橘彩乃さん。そんなに人気なの？人気の毒モスか。昔雪の日に。覚えてたんだ。北君さ、はい、パン好き？好きになってきてるかもしれません。カオル？アヤナ？どういうご関係？私の彼です。え、マジで？あんな店すぐにやめて。あなたには才能がある。一流の店で世界と渡り合ってもっと輝いてほしいの。また明日。うん。あなたのことが好きだからです。世界で一番大切にしたいと思っているからです。そうやって店長がはっきりしないからみんなが振り回されてるんじゃないんですか？どうして？そんなくだらない交換条件を飲むとはね。君にはがっかりだ。俺にできるのはそれしか。